はい、皆さんこんばんは。本日はこちら、炭火焼き鳥、串研さんをご紹介したいと思います。スタート地点は、ここ。若草公園の機関車前から、行ってみましょう。機関車前より東に歩いていきます。商店街に入り、左に進みましょう。そのまま商店街の中をまっすぐ歩いていき、ファミリーマートの前、右手に本日ご紹介するお店、炭火焼き鳥、串研さんに到着です。行ったことある方、行きたくなった方は、ポチッとな。早速入ってみましょう。店内は L 字のカウンター席、奥にテーブル席があります。カウンター席からは大将の焼いている姿を見ながら焼き鳥を楽しめますよ。メニューはこちら。メインの焼き鳥をはじめ、お酒に合うつまみばかり。本日のおすすめメニューもあるので、毎日行っても飽きませんよ。本日はリンゴ酢ハイボールをいただきます。大将たちと乾杯。まずはセロリの浅漬けをいただきました。実はこのセロリの浅漬け、私の大好物で必ず頼んでしまうメニューなんです。浅漬けになっていることによってセロリ独特の青臭さはなく、シャキシャキの歯ごたえに白菜とは違う美味しさにやみつきになること間違いなし。また食べに行っちゃおう。それではメインの焼き鳥をいただきます。こちらの大将、いろいろな焼き鳥屋さんで修行してきたということもあり、焦げたところはしっかりハサミでカット。その小さな気配りが美味しい焼き鳥の秘訣なんですね。さあ、焼き上がりました。左からささみわさび、豚バラ、ずり、もも、ねぎま、アスパラ巻き、えのき巻き、手羽先と、どれも美味しそうですね。まずはささみわさびをいただきます。中は綺麗なピンク色のレア。ささみとは思えないジューシーさで、わさびのアクセントがさらに美味しさを倍増させてくれます。手羽先は皮はパリ、お肉はジューシー、旨味が閉じ込められていて夢中でむしゃぶりついてしまいます。おいしい。お次はねごちの唐揚げをいただきます。こちらは本日のおすすめからのメニューとなりますので、いつもあるメニューではないのですが、出会えれば超ラッキー。一口かじればカリカリの衣、ホクホクのねごちにお酒のオーダーが止まりません。アットホームな空間に思わずただいまと言ってしまいそうなお店、炭火焼き鳥串研さん。気さくな大将と可愛い従業員さんとともに、美味しい焼き鳥で乾杯してみませんか。ごちそうさまでした。ここだけ裏特情報。炭火焼き鳥串研の大将健二さん、ゴルフがとても大好きで毎週のように行っているのだとか。ゴルフ好きな方はゴルフ談義に花を咲かせに足を運んでみてはいかがですか。裏得。シャバダバ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 。